はい、それではヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハのシュベービッシュという曲についてお話ししていきます。この読みにくい名前ですけど、ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハという方は、ヨハン・セバスチアン・バッハ、有名なヨハン・セバスチアン・バッハの息子がたくさんいたんですけど、下から2番目の息子さんです。作曲家になった有名なバッハの息子っていうのは他に3人いらっしゃるんですけど、その中では一番無名、知られてはいない作曲家です。が、わかりやすい子供用の曲をいくつか書いたというお話を聞きます。このフリードリヒ・バッハのシュベービッシュという、この絵もまた言いにくい題名ですよね。これはシュウェーベン風という意味ですね。シュウェーベンというのはドイツの中の南の西の方、そのあたりをシュウェーベン地方というんですけど、まあ、ドイツの中でも訛りが強い、方言の強い地域だということで、ちょっと田舎風に、田舎として扱われているドイツではそういう地域ですけれども、シュウェーベンの民謡っていうのがたくさんあって、シュウェーベン方言で書かれた民謡とか歌とか詩もね、いっぱいあるので、ドイツにとっては馴染みのある地方です。シュウェーベン地方を山一個越えるとチロルに行くんですね。スイスのチロル。だからスイスに近い山のあたり。チロルだとね、アルプスの少女ハイジがいるようなところですけど、シュウェーベンも山の音楽家って皆さん知ってますか？だと山の音楽家、私はコリスでしたっけ、リスの話ですけど、ドイツ語だと Ich bin ein Musiker und komme aus Schwabenland。 シュベーベンから来た音楽家だぞ私はっていう風に始まるんですよね。なわけでこうシュベーベン山の音楽家っていうのはこんな感じですかね。この曲も例えば洗練された宮廷の踊りではなくて、田舎の親しみやすい踊り、ドイツの重い踊りっていうよりもどちらかというとこう山の方の、オーストリア、スイスに近い方の踊りですので、少し南の感じっていうのがあります。少し親しみやすい、鉛のある柔らかい感じっていうのがありますね。それでは一度弾いてみます、このシュベービッシュという曲を。本当は繰り返しが前半と後半についているので、もう少し長い曲になります。一度その繰り返したバージョンも弾いてみましょうかね。2倍の長さになることで少し踊る時間が長くなるので、少しこう音楽の呼吸も少し変わってくるんですが、まあコンクールなどでは短い時間で弾かないといけないので繰り返さないことが多いかもしれませんね。でも繰り返した方が音楽を自由に楽しむことができるので、特にバロックの音楽は繰り返しをすることをお勧めします。このシュベービッシュはバロックはこう一般的に左手バスの動きっていうのがすごく重要で、それを一度取り出して練習しておくといいかもしれません。こう、ファ、ミ、レ、ドシ、順番に下がってくる動きですね。次は、はじめは同じように下がりますが、後半は上がる。次は、すごくこう弾むような動きでしたけど、これは隣の音階の音を降りてくるので少しなだらかな動きになります。最後またこの最初の動きに戻るので、少し弾むような動きになるといいと思います。ずっと同じように弾んで踊ってるとやっぱり疲れますよね。なので真ん中の部分では少し感じを変えて、少しエレガントに歩くような何か柔らかい動きが見えるとコントラストが
つくと思いますね。今の左手のリズムに乗って右手がすごく素直に音楽します。左手の動きに右手もずっと沿ってきますね。このシンプルな、この素朴なこう踊りのスイングを感じることが大事かなと思います。次は、左手が滑らかな動きでしたけど、右手も滑らかな動きになります。で、もう一度。ね、強弱がいろいろ書いてたり、スラがいろいろあると思うんですけど、あまり厳格に守りすぎなくていいと思います。本来は楽譜には書いてないものですけれども、初めてピアノを学ぶ者にとって少し目安になるように楽譜は書いているので、目安として自分がこう感じる音楽というのをそこから読み取って表現してあげるといいかなと思いますね。例えばこの3段目のクレッシェンド書いてますけど、強いっていうよりも初めがこうなだらかなところから少しこう生き生きして次の弾むようなリズムに行くための少し何か変化があるぞっていうぐらいの風に捉えるといいと思いますね。やはりピアノを学んで弾く、勉強として弾くんじゃなくて踊りとして感じて自然に表現するっていうのがとても大事になります。はい、これで終わります。